今週は私隼人とゆめさんでお届けします。よろしくお願いします、はい、今回はなんと香川県にある四国水族館からお届けしますよ。イエーイ、楽しみ、こちらの夏休みにおすすめなスポットをたくさん紹介していきます。行ってみましょう。行ってみよう。ゆうばら、まずは特集ゆうばらマップ。二人がやってきているのは2020年にオープンした香川県宇多津町四国水族館。テーマは日本屈指の四国水系。瀬戸内海、太平洋、四万十川などの水辺の景色を再現展示しています。オープン5年目にして早くも来場者数300万人を超える人気スポット。子どもも大人も非日常を楽しめる空間が広がっています。今日はよろしくお願いします、はい、こんにちは、よろしくお願いします。早速ですが、はい、中を案内していただいてもいいですか。はい、見どころたっぷりですのでぜひ一緒に行きましょう。ということで、はい、まず最初に案内していただいたのは、はい、見ていただきたい水槽がございまして、水槽、はい、おお、こちらちょっと変わった形をしている水槽になるんですが、はい、水面が下から見えるんですね。そうですね、ぐっとせり出しているので魚たちが泳いでいる様子しっかりと観察できるかと思うんですが、ナルトの渦潮を水槽の中で表現したものになるんですよ。本当だ、上の方が。そうなんですね、かなりバシャバシャと強い水流を流して、まあ、渦潮、その激しい潮流を再現しているものになります。おすごい水の勢いが。しっかりと近くに来ると見てください。よく見るとね、美味しそうな魚がいっぱい本当ですね。なんか見慣れたお魚が上の方にタイとか立派なタイですね。あとブリとかカンパチとか。続いては高知県側の海、太平洋を再現した水槽。よく見るとウツボなんかがいたりとか。すごい隠れてる。ウツボがいっぱいおります。鮮やかですね。高知の方ではウツボを食べられるそうです。さらにこちらは高知県の南西部にある柏島の水系を再現した水槽。カラフルな美しいサンゴとそこに息づく鮮やかな魚たちはまるで熱帯の海を思わせます。ダイビングスポットになってまして、まあ、そういうカラフルな魚がいっぱいいたりとか、こういうサンゴがたくさん見られるようなスポットになっています。四国でもね、こういうスポットがあるって結構、ね、そうびっくりだとは思うんですけど、はい、愛媛と高知でもだいぶ魚の種類が違うんですね、うん、そうなんですよ。それがやっぱり四国の良さというか、同じ四国でも太平洋側と瀬戸内海側、あと淡水なんかもあるので全く違う景色を見ることができます。そして最後に案内していただいたのは、ちょっとずつ見えてきました、大きな水槽ですね。これは四国水族館で一番大きな水槽、その名もワタツミの景。太平洋の大海原を黒潮に乗って優雅に旅する魚たちが展示されています。手前の方だけに光が当たるようにしているので、水槽の奥行きがどこまであるかっていうのがちょっと分からない、そういう演出をしております。魚がふわーっと出てきて、またふわーっと奥に帰っていくっていうような。神秘的。大きな映画、愛媛県にちなんだ魚がこの中に入っておりまして、愛媛県、愛媛県タイ、うん、タイじゃなくてですね、スマという。スマ、はい、愛媛県だと姫スマっていう、海遊魚になるんです。結構泳ぐの早いんですね、うん、はい、近づいていますね。四国最大となるこの水槽、なんと横幅は11メートル、高さ 5.5メートル、北太平洋西部を象徴するダイナミックな水系を再現しています。実はですね、この大水槽の裏側を見られるバックヤードツアーというものがあります。え、裏側が見られる。裏側が見られます。それも気になる。ということで早速バックヤードへ。普段はスタッフしか入ることのできない水族館の裏側を見て感じて学べるプログラム。すぐに定員がいっぱいになってしまうという人気ツアーを6
別に体験させていただきましたよ。おお、すごいすごい。はい、こんな感じになってますので、奥まで進んでいきたいと思います。真上を歩けるんですね。はい、網網の状態なので、ちょっと怖い。下の真下も楽しんでいただきながらですね。うわー、大迫力、すごい。あの大水槽の真上に今いるわけですね。はい、ここ今大水槽の真上に来ております。これがこのツアー最大の見どころ、巨大水槽のバックヤードを見学できるんです。いつもとは違った角度から魚たちを見ることができる貴重な体験。今こちらの大水槽には約32種類の魚が、はい、泳いでいるんですけれども、この水槽の中で一番多いのはマアジというアジの仲間ですね。基本的に群れになって泳いでいるので、はい、この今この水槽の上部の方集まってぐるぐる回って泳いでいるのがアジの群れになります。普段ここで餌やりを行っているので、上にこう人が上がってくるようなこの物音がするとなんとなく餌がくれるのかもしれないっていうので上に上がってきたりするんですけど、そうですね、賢い。上から見るとサイズ感がよく分かりますね。あ、そうですね、意外とやっぱり大きい魚が多い。大きいですね、魚たち。コマーシャルの後も四国水族館、目の前に夕日、夕日が、うー、新アートスポットにイルカのプログラム。おゆうばら、ゆうばら、夏休みもあと少し。おすすめお出かけスポット、四国水族館ではさまざまな夏休み限定イベントが開催中なんです。こちらは生き物たちの骨をテーマにした袋展。赤が骨、されど骨、生き物たちの貴重な骨格標本を見ることができる企画展です。また現在午後7時30分までの延長開館イベントを実施中。かなり雰囲気変わりましたね。大人っぽい感じですね。おしゃれな感じ、わあ、神秘的。6時以降は館内水槽の照明が深いブルーへと変化し、いつもとはまた一味違った水族館を楽しむことができるんですよ。さらに延長会館ならでは、瀬戸内海に夕日が沈む絶景も。ここに新たに誕生したアートスポットがあるんですよ。何ですか？それがここ、すごいいい景色じゃないですか。すごい、海と空が一度に味わえる場所なんですよ。こちらは今年3月に誕生したアートスポット海と空。お、2人も早速登ってみるみたいですよ。あー、綺麗。あー、目の前に夕日、夕日が、うー、真っ赤な夕日と広い瀬戸内海、めちゃめちゃ気持ちいいですね。海に飛び込みたくなりますね。ですね。なんかちょっと飛んでるような気持ちになりますね。確かに。お、魚が跳ねた。あー、なんだろう。コンセプトは瀬戸内海と空をつなぐ。夕日が沈むとこんな感じに、海と空の綺麗なグラデーション。この季節ならではの貴重な体験です。さらにイルカのプログラムも特別な演出があるんです。ぴったり。沈みゆく夕日とともにイルカたちの躍動する姿は圧巻。おお、すごい、綺麗。夕日の前を飛び越えていった。夕日をバックにめちゃめちゃ綺麗。夏休みしか見られない限定のサンセットプログラム。そんなこともできるんだ。茜色に染まる空と海を背景に浮かび上がるイルカのシルエットがまるで絵画のようと話題なんだそうですよ。夕日が水面に映ってめちゃめちゃ綺麗ですね。キラしてる。本当に海を泳いでるみたい。シルエットが楽しめるイルカのプログラム、ここならではですし、海の
の生き物普段見られない視点から楽しめて、うん、本当に貴重な体験ができましたよね、はい、ずっとワクワクしてました、家族はもちろん友達とでも、デートにもいいですよね、皆さんぜひ夏休みに遊びに来てほしいなって思います、